ごきげんよう、大一郎七です。今回は、ED70 です。ケースに入った状態です。なんか、ごつい保護剤で固定されてます。ケースから出しました。出しづらいです。保護剤を外すときに、手すりを曲げないように注意しましょう。線路に乗せてみました。いつもながらいい感じですね。ルーバーが、いい感じに仕上がってます。また、こういう用機関車は、屋根の上が楽しいですね。それでは、このでっかいのをナックルカプラに交換して、ナンバープレートを、付けましょう。ナックルカプラには、いつもの加工を行い、TN カプラと、連結できるようにします。カプラーを外すのですが、スカートとスノーブローの間に、そっと爪を入れるとこの機関車は、簡単に外れました。板バネを飛ばしたり、曲げたりしないように、注意して交換しましょう。ナンバープレートの取り付けです。何番にするかいつも悩みます。今回は、約15分。ナックルカプラ交換、ナンバープレート取り付けました。さらにいい感じです。なんとなく顔の似ている DF50 と並べてみます。同年代に誕生だからでしょうか。今度は、ED75 と並べてみます。顔が優しく見えるのは、私だけでしょうか。それでは、走らせましょう。
ご視聴ありがとうございました。